平野の仕様、インスタの謎写真が話題。キ優ユタの看板が岸シユタの合流を示唆か、ジャニーズ事務所から退社した元キングプリンスへの平野仕様、26が12日に自身のインスタグラムを更新し、そこに投稿された写真が話題になっています。平野のファンたちを中心に、この写真に込められた意味について様々な憶測が飛び交っているのです。 平野は投稿に大量にどうぞ、最後のはお遊び可愛かったからやってみたしょうというコメントを添え、複数の写真を共有しました。しかし、その中でも最も注目されているのは、看板の横に立って撮影された写真です。この看板には、行き止まり U ターンできませんという文字が記載されています。 一見すると普通の看板に見えるかもしれませんが、その文字列を別の角度から読むと、キシユータとなり、音読するとキシユータとなることがわかります。このことから一部のファンやネットユーザーたちは、この写真が同じくジャニーズ事務所を退社し、一時は音楽活動から遠ざかっていたキシユータ28の合流を匂わせているのではないかと考えているようです。 岸優太は、ジャニーズ事務所を離れた後、独自の音楽活動を開始し、その才能を広く知らしめました。一方、平野耀は、ジャニーズ事務所を退社後、滝沢秀明氏が立ち上げた、株式会社トべに所属し、新たなスタートを切っています。 この二人が再び共演し、音楽活動やエンターテイメントの世界で力を合わせることは、多くのファンにとって夢のような出来事かもしれません。しかし、これらの憶測についてはまだ確証がなく、あくまでファンやネットユーザーたちの予想であることを理解しておかねばなりません。なぜなら、平野や騎士ユータはそれぞれの新たな道を模索しており、 今後の活動については未知数の部分が多いからです。平野紫耀はジャニーズ事務所を退社後、滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社トベに所属。トベは音楽、映像、エンターテインメントなど幅広い領域で活動するプロデュース会社であり、平野がこれからどのようなプロジェクトに携わるのかが注目されています。特に、 平野のファッションセンスや演技力は多くのファンから高く評価されており、彼がこれらの才能をどのように活かしていくのかについては大いに期待が寄せられています。一方、岸優太はジャニーズ事務所退社後、音楽活動に専念しており、その成果は高く評価されています。彼は独自の音楽スタイルを確立し、独自のファンベースを築いています。 キシユタと平野紫耀が再び共演することが実現すれば、ジャニーズファンにとっては大きな喜びとなることでしょう。また、平野はインスタグラムを通じてファンとのコミュニケーションを大切にしており、彼の投稿には日常の様子や思いが詰まっています。この、キシユタの看板の写真も、ファンとの楽しいコミュニケーションの一環として投稿されたのかもしれません。 この投稿に対するファンの反応は賛否両論で、一部はシユうとの再会を期待し、その可能性を見出そうとしています。一方で、憶測を過度に広めることのリスクや、平野の独自の道を尊重すべきだとする声も聞かれます。どのような展開になるにせよ、この写真はファンたちにとって、平野仕様の新たな一歩への期待を募らせていることは確かです。 さらに、平野の仕様はインスタグラムでの活動を通じて、自身の魅力や個性を発信しています。彼はファッション、美容、音楽などに関する情報を積極的に共有し、ファンたちに新しいインスピレーションを提供しています。そのため、インスタグラム上の彼の投稿は、彼のファンたちにとって特別な意味を持っており、彼らとのコミュニケーションの大切な手段となっています。 平野の仕様の今後の動向については、15日に予定されている株式会社トベの緊急性配信での発表が注目されています。ファンたちは彼の新たなプロジェクトや活動に期待を寄せており、その発表を心待ちにしています。また、岸優太との可能性についても、今後の動向から目が離せません。両者の今後の活躍について、 ファンたちの期待は高まるばかりです。平野紫洋がインスタグラムに投稿した、キシユータという看板の写真が、元キングプリンスへのキシユータの合流を匂わせているのではないかと、ファンやネットユーザーの間で憶測が広がっています。しかしながら、これらはまだ確証のない予想であり、 平野や岸優太が今後どのような活動を展開していくのかは未知数の部分が多いです。平野仕様はジャニーズ事務所退社後、株式会社戸ベに所属し、新たな道を歩み始めています。彼の今後のプロジェクトや活動に対する期待は大きく、ファンたちは彼のこれからの活躍を見守っています。 一方、シユうの独自の音楽活動は高く評価されており、彼の今後の可能性にも注目が集まっています。両者のこれからの動向については、今後の発表を待ちながら、ファンたちは期待を寄せています。